はい、石尾です。今日はですね、日常の生活に潜む毒素みたいな話をしたいんですけれども、以前ですね、缶詰食べるとどうして良くないんですかとかね、缶詰毎日食べてるんですけど、みたいなメッセージもらうことあるんですけど、サバの缶詰とかね、こう毎日食べてる人もいますし、いろんな缶詰ですよね、食べてたりすると思うんですが、どうしてかっていうよりは、こういったですね、毒素っていうのは日常生活の中でちらほらとね、いろんなところからこうやってくるんだよって話なんですね。今ですね、かなりこう、感染症について皆さんね、関心があって、免疫について関心があるんですけれども、こういったね、疫病みたいなのが流行るのは、やっぱり理由があるんですね。それは、僕たちのこう、免疫のシステムがですね、正常に機能していない、もしくは、正常に機能することができないようなね、状態になっているっていうのが一つの要因なんですね。すなわち免疫のシステムにダメージを与えるようなもの、例えば、重金属であったりだとか、化学物質だとか、こういった環境汚染している物質がですね、僕たちの免疫に少なからず影響を与えているわけです。で、大都市とかですね、それから道路ですね、主要道路の近く住んでいると、やっぱり排気ガスとかが出ますんで、硫黄酸化物とか窒素酸化物とかね、粒子状の物質がたくさんこう出てるわけなんですが、こういった物質もですね、免疫に微妙に影響を与えるんですね。都市部にも感染症がやっぱり多いですし、子供たちの喘息も圧倒的に都市部の方が多いんですね。例えば、主要な高速道路からですね、50メートル以内に住んでいる人たちっていうのは、心臓発作のリスクが 50% 上がるっていうふうに言われています。特に、僕たちの免疫システムがですね、しっかり働かないってことはですね、環境のそういった汚染の物質が何かこう悪さをしているってことが起こっているわけです。で、こういったですね、環境中の毒素っていうのは僕たちのホルモンにね、まず影響を与えて、バランスを崩したりして、で、ホルモンのバランスの崩れっていうのは直接免疫に影響を与えます。水銀とか鉛とかヒ素みたいなね、重金属の体内蓄積の多い人であったりだとか、それからカビの毒素がね、蓄積している人だとか、フタル酸エステル、もしプラスチック、PCB みたいなね、こういった、化学物質に汚染されているなんて問題がある時にはですね、やっぱり体の中の神経系とかね、細胞のミトコンドリアってところに直接ダメージがいって、より多くの炎症が発生し、そして免疫の機能が狂うわけです。で、こういったですね、化学物質っていうのはですね、相乗効果が著しいんですね。例えば、1個の汚染物質ともう1個の汚染物質があるとすると、1+1 は2ではなくて、1+1 は5にも10にも100にもなるわけですね。こういったことってね、特にこう、食品の、添加物ですね。安全とされている添加物なんですけども、あくまでもですね、そういった食品添加物っていうのは、単体で見た時の安全性を見ているだけで、複数のものが混ざった時には、安全性っていうのは全く確認されていたりしないわけです。ですので、なるべく避けるっていうスタンスを取らないとですね、多くのものがこう、相乗的に体にこうダメージを与えていくってことが起こってくるんですね。だから、免疫を高めるってことをね、観点に見た時もですね、最も重要なことっていうのは、体の中にですね、なるべく毒素を入れないこと、そも毒素が入ってこないようにすることですし、そしてその毒素が体から出てくるようなね、生活スタイルを送ることっていうのが必要になってくるわけです。自己免疫疾患って言葉を知ってる方もいると思うんですけども、自己免疫疾患っていうのはですね、自分の体を自分で攻撃してしまう免疫の特異的な疾患なんですね。いつも不思議だと思うんですけども、どうして自分の免疫がですね、自分の体を攻撃してしまうのか。ね。免疫のシステムっていうのは本来はですね、敵に対して攻撃を仕掛けるものであるはずなのに、どうして自分の体を攻撃してしまうんだろうか、みたいなことがですね、やっぱり不思議に思うことあると思うんですけども、これはですね、実験室の研究で確認された事態なんですけれども、自己免疫疾患の人っていうのは体はですね、やはり、免疫システムは正しいことをしているってことなんですね。すなわち、免疫システムはちゃんと敵に対して攻撃を仕掛けている。ただし、重金属とか PCB のようなですね、化学物質に結合した正常な組織細胞にですね、攻撃を仕掛けているんですね。ですので、例えば関節リウマチって言われるものであれば、関節の周囲を覆ってですね、滑膜組織に炎症が起こっているんですけども、そういった関節の組織についている化学物質を異物と認識して、最初は攻撃をし始めるんですね。次第に、関節そのもののダメージがどんどん進んでくることによって炎症がですね、止まらなくなって次第にどんどん体を壊していくってことが起こっていくわけなんですが、出だしはですね、その PCB とかそういった毒素とかに対する免疫の反応が、次第にエスカレートして自分の体を壊していくなんてメカニズムがね、研究としてはちゃんと認められているわけなんですね。おそらくこのようなことがですね、体の中で起こっていて、そういった免疫の異常なるものが起こっているんだろうというふうに思っています。ですので、いかにもね、毒素が溜まっているってことをですね、考えると、解毒しなければいけない。体からね、毒を出さなければいけないみたいなことで、解毒っていう言葉とかね、毒出しって言葉みたいなやつは結構流行りになったりするんですけども、まず最初にやっぱり始めなきゃいけないのはですね、そもそもこう毒物を体に入れないってことなんですね。例えば、缶詰の缶などにこう使われているですね、物質ですね。あとは関熱性のレシートとかね、レジでもらうようなやつに使われている、ビスフェノール A という物質があるんですけども、日常的にですね、僕たちはこの BPA という物質、ビスフェノール A にこう汚染されているんですね。で、結構ですね、その缶詰に関してとか、BPA っていうのはかなり規制を受けているんですけども、例えばね、缶がこう、くしゃけていたりだとか、それから、長く保存しておいたりした時には、その、BPA っていうのが溶け出しているってことがですね、多分に起こりうるわけです。同じく、昔はですね、規制対象になってなくて、40年くらい前に規制対象になったら、PCB という物質があります。これはポリ塩化ビフェニルというものなんですけども、この PCB というのはですね、環境に、放り出されるとですね、なかなか分解されない毒性の強いものだってことが分かっていて、規制されているんですが、今でもですね、土の中とか海の中とか残留しているんですね。そして PCB の半減期っていうのは人の体に入ってしまうと10年とか20年かかったりするものがあるんですけども、ですが、未だにですね、PCB って体の中に入ってくる危険があるんですね。それは何かというと、養殖の魚です。養殖の魚の中にはですね、PCB が大量に検出されたなんて報告も昔出てましたし、PCB がね、たまると女性の乳がんとか、甲状腺機能障害を引き起こすなんて報告もあるようにですね、PCB がですね、体の中に一旦入ってしまうと、20年と出ていかないんですね。だから、こういったものもいかにこう、取らないようにするかってことを考えると、やはりこう、養殖の魚とかもね、やっぱり避けたくなってくるわけですよね。で、そういったですね、なるべく毒素っていうものを意識して、少しでも少なくするっていう生活スタイルを取りつつ、その上でデトックス、毒を出すってことを考えなければ全く意味がないわけで、デトックスといっても特別なね、サプリメントとかなんか、お薬を飲むわけではなくて、基本的には一番シンプルなデトックスって、体のデトックスはやっぱり肝臓とか腎臓の機能をサポートすることなので、水分をよくとってね、おしっこをしっかり出すことであったりだとか、それから、腸の機能をね、しっかりと改善して、肝臓から出てくる毒素をですね、便としてしっかり出すだとか、あとは BPA のようなね、化学物質っていうのは実は尿とか汗からもしっかり出ていきますので、週に1回ぐらいね、しっかりサウナに入るだとか、そういったですね、体の中から、出す、自然の出し方ですね、おしっことか、それから便とか、それから汗とかね、吐き出す息とか、こういったものからですね、しっかりと、毒素を出していくってことをですね、やりつつ、体の中にこう入れる毒素をね、少なくしていくっていうことをですね、意識してもらうといいかなと思います。こういったことの一つ一つの積み重ねがですね、免疫力を維持することにも重要になってきますし、慢性の炎症を防ぐってことでもね、重要な要素になってきますので、ぜひ、見直してみてください。今日の話ね、役に立てようという方、高評価のボタンをお願いします。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。